みなさんこんばんは、ムームーンでーす。はい、はい、ということで今夜も始まりました、エムトーン。では今月のトークテーマは、はい、クリアちゃんのターンなので、はい、クリアちゃんに発表してもらいたいと思います。はい、今月のトークテーマは、うん、毎日食べたくなる味噌汁の具はです。はい毎日食べたくなる味噌汁の具ね、うん、朝食がな、私パン派だからな。あー、でも夜に味噌汁よく食べる。うん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 、私は逆にね、朝によく食べる。そうですよね、うん、はい、じゃあお味噌汁の具はちょっと好きなのがいっぱいあって、うんうんうん、絞れなかったから3つ言っていい？あ、全然お味噌汁の具でめっちゃ好きなのがまずわかめ。おわかめめっちゃ好きなんよ、うんうんうん、わかめと、うん、あとあさり。あー美味しいね。そう、なんかあさりのあの独特の出汁めっちゃ良くない？しじみじゃなくてあさりなの？でもしじみもいいけど、うん、しじみとなんか食べるのがさ、うんうん、ちっちゃいよね。ちっちゃいやん、うんうん、そう、なんかコンビニとかでもさ、あさり5個ぐらいさ、うんうん、あのパッて、はいはいはい、キュッてなってこう入ってるやつあるやん、うんうんうん、なんかしじみじゃなくてあさり買って、なんか貝も食べたいみたいな。あー、はいはいはい、エビカニと貝めっちゃ好きやから、うん、そうだねそう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 だからしじみじゃなくてあさりがいいんですね、うん、私。なるほどね。あとはあの卵豆腐入れるのが好き。卵豆腐、へえ、あの甘い豆腐。あ、そう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 、なんか普通の豆腐じゃなくて、うんうん、なんか卵豆腐で味ついてるんよ、うんうんうん、卵豆腐とわかめめっちゃ最強にいいよ。へえ、食べてみよう。聞いたことない？ない、豆腐あるけど卵豆腐はない。いや、めっちゃ美味しいよ、やってみて。私のおすすめはそちらの3つでした私はもう一強の具があって、はい、おー、なになに？もうこれ殿堂入りですみたいなやつがあるんですけど、はい、それはキャベツです。まさかもうキャベツの味噌汁が一番好き。やってみよう。キャベツに入れると甘くなるのよ。あ、そうなの？うん、それ北海道の人だけちゃう？そうかな。キャベツとなんかあれじゃ、なんかバターとかさ。あー、いやでもね、バターは入れないんだよ。あ、そうなの？うん、キャベツだけでも美味しい。だけでも、うん、めっちゃ意外なんだ。あと、ま、玉ねぎとかも美味しいけど、うんうん、そうそうそう。すごい。そうなの。今度ちょっとクリちゃんがじゃあ泊まりに来るときは、うん、キャベツだけの味噌汁を、ね、あの朝作るわ。いいね。でもなんかみんなの好きなね、うんうんうん、毎日食べても飽きないと思うぐらいの味噌汁の具もぜひ、本当、教えてください。うん、なんか意外なの来そうよな。あー、確かに。あと、なめことかも好きだな。うん、どっちもやったことないわ。本当なめこってあのもうぬるぬるした状態で入れるってこと？あ、そうそうそう。すごい。結構美味しい。今度、じゃあ、なめこもやります。ぜひ、はい、我が家であのぜひ出させていただきますということで、あの味噌汁の具は全部違いましたね、はい、全部違いますね、はい、みんなの好きな味噌汁の具もぜひ教えてください、うん、はい、では次回のトークテーマをめぐちゃんから発表してください。はい、まあ来月はやっぱ3月に入りますので、うんうんうん、もう春がね、うん、すぐそこにやってきますので、うんうん、ちょっと春らしいテーマを持ってきまして、うん、はい、満開の桜を見るのにおすすめのスポットは、あー、なるほどねっていうことで、はい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 、でも私はなんかやっぱね、うん、大阪の方になっちゃうけど、うんうんうん、満開の桜を見るのに確かにおすすめのスポットをぜひ、おすすめのスポット、ね、それぞれ、はい、まあ、2、3あれば、うんうんうん、今年のお花見スポットに、そうそうそう、参考にね、行きたいな、花見な、ね、行きたいよねちょっと前、うん、なんか昔行ったよね。行った行った。なんか横浜の行ったね、なんか船ある、ね、あ、そう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 、うん、あそこめっちゃ綺麗だったよ。あそこ綺麗だよ ね、 ね、 そうだね、まあ、そこでもいいし、そこじゃないとこもね、うん、行きたいです ね、 ね、はい、ということで今夜もご視聴ありがとうございました。ムームーでした。おやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ムームーの YouTube チャンネルではカバー動画やオリジナル曲を定期的に投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。